川口付近与市橋与市川は、北海道与市郡を流れる二級河川。二級水系としては、シリベシ総合振興局最大であり、アユの北限として知られる。アイヌ語のチから。この場合の、それとは、蛇のことで、蛇を意味嫌うアイヌがはばかって、それと呼んだことによる。与市川中城流域は二重のカルデラ構造の中に位置する。 赤井川村の中心部にあたる赤井川カルデラを囲うように流れ、またその外側のあまり市川カルデラに囲われるように流れている。形成時期は四市川カルデラの方が古い。そして赤井川カルデラ形成後幼霊山噴火の際の地震によって山が崩れ、カルデラ湖から流出した水が周囲を浸食し、出来上がった流路が赤井川内潮市川である。下流域では 多くの支流が与市平野を巡らせ、戦場地を形成している。与市川は札幌市南区、小樽市、赤井川村の三自治体の境界に位置する浅里竹の西側斜面の標高約770メートル付近に源を発して整流する。この源流部には万の沢滝などの名所もある。なお、付近にはキロロリゾートも建設されており、 その先はこの川の流路に沿うように国道393号が建設されている。そして、落合付近で小樽川、明治付近で白井川といった支流が交流してくる。中流域に入ると田畑や果樹園が広がるようになる。都付近で赤い川村中心部から流れてきた赤い川を合わせ流量が増加した与市川は日記町へ入る。この中流域には この川に沿うように、北海道道1022号二期屋海川線が建設されている。この中流域では、与市川は緩やかに蛇行しており、多くの砂州が形成されていることから、様々な魚の生息地や産卵場になっており、釣り人で賑わうポイントである。なお、大江橋付近より先には、国道5号が、やはり川に沿うように建設されている。そして、 与一平野に出ると、二基、与一市,市街地の西側を流れる。下流域は、勾配が、緩やかになり、サすも見られなくなる。尻シ,シタネ川を合わせると、与一町に入り、大川橋を越えると間もなく、与一湾へと流入する。関川流路延長 50.2km のうち、川口から時輪橋までの 42.0km が二級河川に指定されている。江戸時代。 与いち川は川口付近で激しく蛇行していた。現在は与いち川とは独立した二級水系となっているり川も現在の国道5号に並行するような流路で西へと流れて与いち川に合流していた。また、河口の幅も狭く、春先の雪解け時期には一水しやすい状況だった。なお当時のり川の流路は旧東川として残っており、 現在も水が流れている。第二次世界大戦前においては、1932年9月の洪水を契機に、1936年から1941年まで河川改修が行われていた。第二次世界大戦後も、やはり台風等による洪水を契機に1956年より河川改修に着手したものの、結局その後も、 台風や低気圧による豪雨で数度記録的な被害を受けてきた。特に1962年8月には台風9号が流域を襲撃し、10カ所以上の橋が流出、山頂村で浸水家屋3046戸、流域の果樹園や水田にも大きな被害をもたらすなど未曾有の被災状況であった。1987年以降は堤防新設や 可動掘削などを含む河川改修が行われている。柳類を中心に上流域では宮間藩の木水ならえぞいた野等中流域では毛山藩の木等の下半輪が広がっている。1993年度には建設省の桜包みモデル事業に下流部のあまり市川桜包みが認定され、毎年5月になると河川時期で桜の食事が行われている。 渓流においては、オショロコマハナカジカが生息し、また中流域は、川床が、ウグイの産卵場となっている。その他副土壌やワカサギも見られ、これらは、流れの緩やかな下流域にも生息する。川口付近では、ニシンマサワビリンゴマハゼなど、奇水域特有の種が生息する。特に有名なのがアユである。ヨイ川はアユ生息地の北限で、アユ釣り大会も、 定番のイベントである。鮭、マス増殖河川にも位置づけられており、アユの田鮭やマス等の放流が行われている。水質も良好である。ちなみに余市川ではかつて、田川橋付近で天然の製氷が行われていた。機械製氷が主流の時世においても昭和30年代頃まで続けられたという。一時支流のみ、下流より経済子骨古学の勧めから10。 与一町で起こったこんな話その39水害の牧与一の四季春桜ずみモデル事業ほかよい町で起こったこんな話その8与一川の氷の薪ありがとうございます